基本的には僕は成約率をテストするためだと思ってるんですね。成約率をテストするためにまずは SNS からやろうという話なんですね。やっぱり年商で本当に5000万とか1億いこうと思ったら広告って絶対必要になってくるんですよ。年商ね、3000万から1000万を達成するための戦略立案ということで、皆さんの場合であればね、これから1000万以上目指していきたいだったりとか、まずは500万目指すとかね、これご自身の目標に合わせてね、聞いてもらって大丈夫です。あくまで目安ですね。ゆくゆくここまで行きたいよっていう場合もそうだし、やることは一緒なんですよね。皆さんにいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、そもそも皆さんって、その無料集客っていうのをなぜ行っているのかっていう話なんですよね。マキさん、ちょっとね、お伺いしていきたいなと思うんですけども、マキさんは無料集客、なぜ今インスタグラムを頑張ってされているんですか？以前に広告を使ったことがあるんですけど、目に見えた売り上げに全然ならなくて、それで費用がすごいかかってしまって、無料で使える SNS の方が効果も出やすいし、無料でいけるのでこっちの方がいいかなと思いました。素晴らしいですね。ありがとうございます。確かにそういう理由もありますよね。もう一人ぐらい聞いていきましょうかね。ファスティングマイスター学院さん、お伺いしていきたいんですけど、どうして今 SNS で無料で集客をしているんですか？自分の利益率が高くなるっていうところと、はい、あと、自分は教える立場でもあるので健康とかを広めていきましょうみたいなことを仕事としているので、まずその教えるにあたって広告とかだといきなり着手しづらいとかがあるので、再現性がより高いかなっていうので、無料集客っていうところをより深く学ぼうと思います。なるほどですね。ありがとうございます。お二人に共通するのは、やっぱり利益率が高いからっていうね。SNS だったら利益率が高いっていうところがあったし、しかもやっぱ効果が高いからっていうところがあったと思うんですよ。確かにそうだと思うんですよ。最終的にはですね、それも全て正解なんですけど、基本的には僕は成約率をテストするためだと思ってるんですね。成約率をテストするためにまずは SNS からやろうという話なんですね。僕ずっと言い続けてることだって皆さんも知ってると思うんですけど、集客をですね、最終的なゴールって、トリプルメディアを構築すること。SNS と、そしてホームページ、これ SEO ですよね。SEO での集客と、有料広告、この3つをバランスよく固めることができれば、ちょっと今月インスタ調子悪いなっていう場合でも広告から売れますよみたいな。広告しくじっても SNS から売れますみたいな。両方しくってもブログとか SEO とかから問い合わせがありますみたいな。っていう風に卵は分散させるっていうのが最終的には一番最強なわけですよ。投資の確認ですよね。一極集中させないみたいな。でも最初から全部やろうとすると絶対無理なんで、まずは最初は SNS からっていう話なんですけど、最終的にはこの1と2と3をやっぱバランスよく固めていくっていうのが最終的にはゴールになります。これができればもう本当に安泰というかですね。安泰といってもね、広告もやっぱずっと改善していかなきゃいけないし、 SNS もねずっとやっぱり改善していかなきゃいけないんですけども、でもこの3つを固めるってことである程度ね、集客は安定していきますと。どっかへこんでもどっかはちゃんとカバーしてくれるっていうことができるので、やっぱり年商で本当に5000万とか1億いこうと思ったら広告って絶対必要になってくるんですよ。3000万までは無料でいけるけど、3000万以上は広告必要です。じゃあ広告使うためにはどうするのかっていうと、簡単に言うとですよ、 Facebook 広告とかってね、かけると1人 LINE のお友達登録してもらうためにだいたい1000円から3000円ぐらいの広告費がかかります。基本的にコーチコンサルタントとかお教室とか、こういったオンラインのビジネスの場合って1リストあたりの相場って2000円から3000円ぐらいなんですね。頑張れば1000円ぐらいでも取れますと。ってなるとすっごいシンプルな話、30万円 Facebook 広告にかけました、1リスト3000円取れるっていうことが確定していたら、30万広告かけたら何リストぐらい取れると思います？じゃあこれアリスさんに聞いていきたいと思うんですけども、1リスト3000の広告費がかかります。じゃあ今月 Facebook 広告30万突っ込みました、何人 LINE アットに登録されるでしょうか？要はそうですね、3000広告かけたら1人 LINE アットのお友達入ってくるってイメージですね。ってことは30万かけたら何人になりますか？30万を3000円でちょっと割ってみてほしいんですよね。100、正解です。100リストです。皆さんインスタ使って例えば月に30人とかね、100人とか集められているとしても、普通の人はその100人って30万かけて集めてたりするんですよね。それぐらいの価値のあるリストを無料で集められるって、 SNS 集客ってやっぱ最強だなと思うんですけど、結局じゃあ30万かけてよ、100リスト集めましたと、個別に10人来て10人営業しました、蓋開けてみたら成約ゼロでしたってなったらどうですか？30万円の借金が残るんですよ。赤字になっちゃうんですよね。怖いですよね。だからいきなり広告やっちゃダメですよ。まずはインスタグラムと LINE を使って10リスト20リスト30リストでもいいから LINE に入ってきて、そこから営業して制約するっていう流れを作んないといけないんですよ。じゃないと広告かけても売れないですからね。でも無料でインスタグラムで例えば50リスト集まりました、そこから営業して1件も売れませんでした、でもリスクってないわけじゃないですか、広告費かけてないか ら、 だからそこでいろいろ場数を踏んで練習していくんですよ。もちろん最初からに決まるのが一番いいんですけど、ある程度それで安定するようになってきたら広告でもいけるぞっていう風に確信が出てきたら、最初はまず10万から広告かけていきます、ちょっとですね、っていう形でやっていくと、無料集客からも月100万、広告からも月100万で、月商で200万、300万、400万ともいくわけなんですね。そのためにわざわざ皆さん SNS で今集客をしていますということですね。
ね。一応で1000から1500、2000ぐらいは、もちろん無料集客だけでも行くんですが、それ以上行こうと思ったら、広告はやっぱ必須です。広告の場合、例えば、無料集客で100リスト集めました。100リスト集めて、30万円の商品だと、だいたいこれ 3% ぐらいですよ、成約率。だいたい100リストあれば、30万円の商品だったら3件から4件売れるんで、無料集客で90万売れました。成約率 3% で売れる。この成約率を出したいんですよね。自分は今無料集客のレベルでどれぐらいの成約率を叩き出せるのか。それが今の自分の実力ですよ。で、3% 出るっていうのが分かってる人が、30万広告かけた。さっきは1リスト3000円だったけど、1リスト1000円で取れるとしたら、30万かけたらね、300リストぐらい取れるわけですよ。それ成約率 3% で決まったらどうですか？関口さんにね、ちょっと聞いていこうかなと思うんですが、300人のうちの 3% って何人でしょうか？9です。そう、9人。100人いたら、3人の人が商品買ってくれるんですよ。30万ぐらいの単価だったら。300人だったら、9人ですよね。じゃあ、30万で広告かけて、300リスト集めました。もともとね、無料集客したいんで、100リスト集めて、30万商品3件売れて90万売れるんですよ。100リスト集めて90万売れる人が、30万広告かけて300リスト取れたら、売り上げどうなるかって言ったら、単純にこれ100リストが300リストで3倍になってるから、売り上げも3倍になって270万ですよね。利益はっていうと、270万から、まあ、広告費で30万円経費使ってますから、30万差っ引いて、240万ですよね。この青い文字見てほしいんですけど、30万広告かけて240万になって返ってきてるんですよ。これすごいですよね。これが広告のね、威力だったりするんですね。だからある程度 SNS で売れる仕組みを作っておけば、30万広告かけたらそれが100万になったりとか200万になって返ってきたりします。僕らの場合は最初 SYK 作った時は、最初キャッシュがあんまないから2ヶ月間かけて500万のキャッシュを作るんですよ。無料集客でね、もうインスタとか Facebook とかやって500万売り上げ上げて、そのうちのちょっとずつ10万、20万、30万で広告かけてるんですよ。30万かけてこんぐらいリスト集まってきました。そっから100万ぐらい売れました。30万が100万になって返ってくるんですよ。利益70万じゃないですか。そしたら今度はその100万全部突っ込むじゃなくて、その利益の70万のうちの半分の35万とか40万ぐらいまた広告にかけてそれやります。それが160万になって返ってきました。ちょっとキャッシュが増えてきたら、100万円ちょっとチャレンジで広告かけてみたら、100万円が300万円になって返ってきました。今度その300万のうちの半分の150万広告かけたら500万円になって返ってきました。僕ら初年度で年商1億いった時っていうのは何したかっていうと、うちの会社10月決算なんですけど、6月ぐらいの時でまだ売上3000万しかなかったんですね。残りの7000万を僕ら4ヶ月ぐらいで売上作ったんですよ。で、何したかっていうと、Facebook 広告に700万円を毎月広告かけたんですよ。それが2000万円になって返ってきたんですね。それを4ヶ月ぐらい続けてて、1億2000万ぐらいいったよっていうだけの話なんですよ。だから結局、僕と皆さんやってることは一緒なんですよ。ただ、広告費をかけたら、その分だけスピードが上がります。ただ、いきなりここまで行くためには、まずやっぱ無料集客でやっぱ安定してね、成約率を叩き出さないといけないから、今はまずはインスタポチポチしなきゃいけないわけですよ。でも、インスタポチポチだけでずっと、じゃあ5年、10年やってるのかっていうと、それもちょっと違うわけですよ。それもやりながらやっぱ広告とかね、いろんな媒体やっぱ整えていかないといけないっていうことは抑えておいてほしいなというふうに思います。次にですね、まあ、こちらの表ですね、今のね売上の自分がどのゾーンにいるのかもね見ていただけたらと思うんですけど、丸1のゾーンね、年商0から1000万円のゾーン、2つ目はこのグラフに出てる、まあ、1000万から3000万、そして3000万から1億。基本的にこの3つっていうのが一般的によく言われるステージによってやることが違うよって言われるやつですよ。まあ、年商0から1000万までの間はもうとにかく無料集客で売れる流れを安定させる。年商1000万って書いてありますけど、月商100万まではって思っておいてもらえるわけです。月商100万までは1のゾーンです。月食100万か250万ぐらいのゾーンの人は丸2ですね。こっからちょっとずつ、まあ、広告をね、まあ、かけ始めていくっていう感じになります。これもまあ、月にだいたい10万から30万ぐらいからね、ちょっとずつテストをしてやっていくのがいいかなと思うんですけど、広告に関しては、自分でめっちゃ詳しくてね、自分で広告のセットとか全部できて広告出稿できますよって人はいいと思うんですけど、僕言うのもなんですけど、めちゃめちゃめんどくさいんですよ、広告って。本当に大変。なんで、広告運用会社とかに依頼しちゃうっていうのが結構早いと思います。もちろんミーティングとかね、ちゃんとやるんですよ。LP とかも結構厳しめにチェックして、もうちゃんとこれでやってくださいみたいな。あとは運用に関しては、リスティンプラスさんとか結構広告業界では有名ですよね。だいたい月々広告費運用費のだいたいまあ 20% ぐらいですよね。一般的な相場としては。月10万円広告かけるんだったら、2万5000円を手数料で払ってくれれば、10万円の広告代行させていただきますよみたいな感じのとこが多いんですけど、広告はね、外注した方がまあ早いと思います。広告をちょっとずつ書き始めてテストしていくと。3000万か1億くらいになってきたら、もう組織化をして、個別じゃなくて口座型にして、スタッフを育てて、講師を育てて、事務と経理のスタッフを入れて、広告を外部パートナーに任せるか、もしくは自社で内製化して、いろいろやり方あるんですけど、あとはね、外部スタッフを入れる広告を本格的に今外注化して、外注はね、あの2のゾーンの時からもやるんですけど、あとはやっぱ一番重要になってくるのが代理店を育成するみたいな。代理店っていうよりはどっちかっていうと、お客様になんか紹介してもらうっていう感じですね。紹介費をお支払いする代わりに、自分の商品が本当にいいと思ってくださっているクライアント様になんか紹介してもらうみたいな。紹介してくれたらいくら払います、
ますよみたいな。例えば30万円のサービスだったら紹介していただけたら 30% 報酬払いますよとか、そういう紹介制度っていうのはやっぱ取り入れていった方が売上が大きくなります。だから基本的に1は SNS を固めるってことに集中し、2の段階では広告を固め、3の段階では組織化と人材育成と、そして代理店の育成です。この3つを強化すれば3000万か1億ぐらいのゾーンはいけますということなんですね。ここのゾーンの場合はね、どうすればいいんだっていうのもね、このレベルの方がいらっしゃってサポートラインで聞いていただければ、そことかね、僕がお答えさせていただきますし、何の段階の人とかだったらね、広告に関しても戦略とかね、 YouTube 広告から始めてた方がいい、丸山さんの場合は Facebook 広告からやった方がいいのかとか、予算の割り振りとかそういうところとかもね、かけたことがあるよとか、今かけてる人は全然サポートラインでね、聞いていただければと思います。しかしですね、昨今広告集客もやっぱ弱まってきているっていうところが背景としてあります。これね、さっきマキさんがおっしゃってくださってたと思うんですよね。広告を以前なんかね、かけられていらっしゃったけど、なかなか効果がなかったみたいな。で、広告経由の人ってもともと見込み薄いんですよね。ポップアップでポンって出てきて、それで登録して、皆さんのことよく分からずに LINE アットに登録をねしたりするわけですから、それは制約率低いわけですよね。だから相当教育して、相当 YouTube とか見せて、相当接触回数高めないと広告経由からなかなかやっぱ売れづらいっていうのもあるんですよ。だからまずやっぱ SNS からやった方がいいよってとこがあるんですけども、このね勢いっていうのがさらにそうです。最近結構ね、やっぱ広告からもより売れなくなってきてるなっていうのは、僕らだけじゃなくて、僕らのやっぱ業界の同業他社の人とかやっぱ話聞いててもそういう傾向あるなというのはあります。ただなんかスピリチュアル系とかね、健康系とか英語系とか未だに結構売れたりはしてるみたいですけど、企業系とか集客系とかやっぱ広告系だと売れづらくなってきてるっていうのあったりはするんですけども、だからこそね、まず SNS で売れる流れを作って、 SNS で売れないような教育力だったら広告かけても絶対に制約しないので、まずは SNS をしっかりと固めていくというところですね。あとはね、後発組でも巻き返しを図り、圧倒的な利益率を叩き出せる集客媒体がもう一つありますということで、これが何なのかっていうと、また次回講義でお話しさせていただく、少ない登録者でもね、濃い見込み客を集め最大の制約率を叩き出せる、後発組のための YouTube 集客法っていうやり方になります。この YouTube っていうのは、実は半年前とか1年前よりもですね、ノウハウがだいぶ変わってきちゃってるんですよ、トレンドとかもね。なので一番最新のね、もうホットな熱々の情報っていうのをね、次回から3回に分けて YouTube ちょっと講義でねお伝えをさせていただけたらと思いますので、ぜひね楽しみにしていただけたらと思います。これ YouTube に関しては、 YouTube ね、どういう風なチャンネルを作った方がいいのかとかね、実はチャンネルをね2つ用意した方が最近はいいみたいなね話とかもねあるんですけど、また次回詳しく話すんですが、300人ぐらいのチャンネル登録者数だったとしても YouTube ってやっぱ高額商品売れるんですよね。例えば Instagram から LINE アットに、ね、100人入ってきて、そっから例えば30万円の商品だったら大体 3% ぐらいなんですよ。3件売れるっていうんだったら、 YouTube 経由で例えば20人 LINE アットに入ってきたら、そっから1件売れたりするんですよ。だから Instagram だったら100リスト集めないと3件制約しなかったのが、 YouTube 経由とかだと本当に 3,40 人 YouTube 経由から LINE に入ってきたお客様だけでも、その中で3件売れたりするんですよ、30万円の商品がね。だから制約率めちゃめちゃ高いんですよ YouTube って。もうこれがもう動画の圧倒的な教育力と、いわゆるもうファン化が早いってことなんですよね。もう動画ってもうブログ一記事読んでもらうよりも5000倍以上の情報量ありますから、そういったねその動画を使ってどういう風な動画を撮ればいいのか、そしてどういう風な動画を撮れば少ない本数でもチャンネル登録者数を1本上げるたびに30人40人ってねバッて増やす方法とかねあったりするんですけど、そういった内容をね話していきますし、これはちょっと次回の予告なんですけど、これね僕が1年ぐらい前にねアップした YouTube の動画です。これ編集何もしないんですよ。僕最近ちゃんと編集してますけど、この時の動画も編集しなくて、 Zoom でねちょっとインスタ集客で9割の人がやったわけない NG な行動って動画上げたんですよ。この動画って1年半ぐらいかけてずっと伸び続けてるんですよね、再生回数が。この1本の動画だけで80人ぐらいチャンネル登録されてるんですよ。でこのうちのだどれぐらいですか、3分1ぐらいも LINE アットに入ってくるみたいなっていうぐらい、こういった1本の動画だけでも大量にチャンネル登録が増やしたりする。だから実は YouTube では最近の傾向としてはですね、たくさん動画を上げればいいっていうよりはですね、本数少なくてもいいから濃い動画を上げるみたいな。だから逆に言うと、言い方あれですけど、僕も昔上げてたんですけど、しょぼい動画あんま上げない方がいいみたいな、ね、そこに関しては詳しくはまたね次回以降の講義でバッチリ解決をしていきますので、またぜひね楽しみにしといていただけたらと思います。講義は一旦これで終了という形なんですけども、ご質問いただいて組織化のポイントについてっていうところですね。組織化に関してはですね、皆さんもゆくゆくは3000万以上超えてきたあたりになったらこういうことをするんだっていうのをね意識しながらね、想定して聞いといていただけたらいいかなと思うんですが、僕ね組織化って言葉嫌いなんですよ。言葉難しいからね、難しいことしなきゃいけないんじゃないかと思う人いると思うんですけど、組織化っていうのは軍隊みたいな大規模な人数の人を正社員で雇用してやらなきゃいけないかって別にそうではなくて、例えば弊社の場合とかも本当にそうなんですけど、基本的にやっぱ皆さんもねこういったオンラインのビジネスをされていたりするわけですから、まず絶対に必要になってくるのが事務とか経理とかね、できる人は一人いた方がいいかなと思います。あとは自分の分身となる人をやっぱ作っていくっていうのはやっぱすごい重要なんですね。例えば皆さんとかであれば、コーチコンサルタントって自分で集客もして情報
発信もしてブログも書いて YouTube も撮って初回コンサルもして実践会もやってお客様とのサポートもやって入金管理もやってってやるとこれね最初のうちは全然いけるんですけどクライアントが20名超えてくるともうめちゃめちゃ忙しくなっちゃうんですよ。めちゃめちゃ忙しくなってサポートの質も低下してきてお客様にも迷惑かけるし自分もねドタバタでヒーヒーしてで結果的にね情報発信の質も下がって売り上げも下がるみたいなもう本当にいいことなんもないんですよ。だから年初でねもうクライアントが20名超えてきそうな段階になったら仕組み化をしていった方がいいかなと思います。基準としてはまずクライアント10人の壁となります。10人超えてきたらグルコンみたいな形でね講座にしていくっていうのは1個基準としてあるんですよ。うちの卒業生の方とかやっぱ最終的に7000万とか8000万とかね行った方とか億超えした方は10名の時からもうグルコンにしてます。グルコンにしていくっていうところと20名ぐらいクライアント様増えてきたらある程度目星をつけておくんですよね。例えば自分のクライアント様とか卒業生の方もしくは自分の LINE に登録してくださってる方からリクルートしてもいいわけですね。こういう人募集してますみたいなコピーライター募集してますとかねもしくは自分のお手伝いをしてくれる人もしくは講師とか講師は基本的には自分の学科をよく理解してくれてるクライアントの方がいいんです。クライアントでやっぱ優秀そうな人を見つけてきて自分の分身にしていくっていうことですね。だから自分がやってもそうだし講師を育ててその講師がやってもクライアントさんも同じように成果出せるっていう形の教育をやっぱしていくっていうのはすごい重要になります。さん、はい、その時の例えばギャランティーですけれども、はいはい、給与体系とかは売上の何パーセントみたいにやった方がいいのか、給料を決めてやった方がいいのか、これに関してはサポート陣に関しては基本的に固定でやってる会社さんの方が多い気がします。僕も結構いろんな会社見てるんでこういう業界のサポート講師の方に関しては結構まあ固定プラスあと報酬とか固定が多いと思うんですけど本人が結構どういう形態を望むかによっても変わってくるんで、ただセミナーですよね。最終的にズームセミナーもある程度自分でできるようになってきたら最終的に他の人に任せていきます。任せていくってなった場合はセミナーに関しては固定プラスやっぱ成果報酬とかの方がやっぱすごい頑張ります。営業を任せる場合とかも固定なしで完全フル報酬型みたいな感じでもいいと思いますね。例えば売上の 5% とか最初は 5% である程度売り上げになってきたら売上の 10% 渡すとかっていう形の報酬体系はやっぱやってるとこ多いですね。報酬形態とかどういう風な給与形態がいいのかとかいろいろあるんですけどもそれに対してもっと詳しく知りたいという方はサポートラインでね全然質問いただけたら大丈夫ですのでという形でね、まあ、今日もいろいろちょっと忙しにはなりましたがお伝えをさせていただきましたのでまた次回以降のね YouTube の講義もぜひね楽しみにしていただけたらと思います。では、今日の講義はね一旦以上という形になります。では皆さんお疲れ様です。失礼いたします。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。